ペトロル沿岸でニューコムのものと思われる潜水艦の動きが活発になっているとの報告が入った。その行動データから見て沿岸付近に補給用のドックがあると推定される。おそらくはフィヨルド地形を利用し巧みに隠蔽されているに違いない。この基地を探し出し殲滅することが今回の任務である。先ほどの返事、答えを考えておくよ。以上、何わけのわからないこと言ってんだ。いいから戦闘に集中しろ。すぐフィヨルドだ。
の答えをここで聞かせてもらおう。いいか、よく聞いてくれ。これより私はこの戦線から一気に離脱する。もしも私を信じるのなら、このまま後についてこい。なんだとふざけるな。貴様本気でおかしいんじゃないか。敵前逃亡だぞ。いいのか、もし離脱するならこの俺が貴様を落とすぞ。キース、すまない。だが私は自分が進むべき道を行く。ここでお前とのチームは解散だ。昔は楽しかった。じゃあな、行くぞ。2階。必ず来てくれると信じていた。あれが我らが母艦、空中空母スフィルだ。ジャキン、君の覚悟、このアビサルディジョン、確かに受け止めた。我らはウロボロス。その名は、自分の尾を噛む蛇を指し、我が終わりこそ我が始めの意。自分で自分を生み出し、婚姻させ、滅ぼす。そして、我らはまた、不死、永遠、英知を象徴する。ようこそウロボロスへ。このアビサルディジョンと共に、終わりという名の始まりを目指し、始まりという名の終わりへと旅立つ時が来た。